レンゲツツジは、ツツジかツツジ属の落葉低木で有毒植物。つぼみの様子がレンゲに見えることから名付けられたという。ウマツツジ、ベコツツジなどの別名もある。高さ1から2メートルの落葉低木。花は直径5センチメートルほどのロート状で、4から6月に葉が出た後葉が開くのと前後して咲く。果実は、果て、長さ2から3センチメートルの円筒状で、 10から11月に熟すると孤列して小さな種子を飛ばす。北海道南部から九州まで日当たりの良い草原に多く自生する。庭木としてもよく利用される。花は朱色。花の色が黄色い種類として、紀恋月ジがある。前期にじてるペンのグライアナトキシン、ロドジャポニンなどの軽煉毒を含み、呼吸停止を引き起こすこともある。 牛や馬にとっても有毒なため食べ残すので、連月筋の群生地になっている牧場も多い。花には蜜があり、子供が吸う場合があるが、摂取させるのは非常に危険である。トルコ産蜂蜜での中毒例が報告されている。このため、日本の養蜂業者は連月筋が自生しているところでは蜂蜜を採集しないか、買いかけを避けるなどしている。群馬県の県下である。 山梨県産、久保高原が10万株の群生地として有名。長野県東美市と群馬県安郡妻ま村の県境にある湯の丸高原、地蔵峠周辺は約60万株の連月辻の群生地として天然記念物の指定を受けている。連月辻を市の花としている栃木県八板市の高原山には標高線2 0 0メートルの八方が原高原があり、 約20万株の連月辻が群生している。同植物から発見、命名されたロードトキシンは、現在では、グラヤノトキシン1と同定されている米村敏夫、家畜の中毒について、日本獣医師会雑誌ボリューム14ナン、no. バー 8P334 から 339? ナーヤットサトラプマール、アファイフマット。 ユデグールサトギャネグルー、ポイズニングバイトキシックファニーイン、ターキーアーカイブスオブトクセコリジー、フェブラリー1993、ボリューム67、イシュー2、ピアニッシモ148から150オンドリシャ、死に至るもの百科、柳大和を、書、ISBN42 億7788万754。ありがとうございます。